どうも、とある男が授業してみたのハイチと申します。今回は学生の方も関係あるんですが、主に学校の先生や大人の方向けにちょっとお時間をいただいて話をしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。今日の20時にですね、この場所からという曲の私が歌った動画が投稿されるんですが、この歌はですね、今年の2月の28日に、今流れてるかと思うんですが、プロモーションビデオも作って、私がもともと卒業ソングを作りたいっていう夢があって、たくさんの方に力を借りても大きなプロジェクトでやっと完成した動画です。おそらくこのプロモーションビデオを見ていただければ、どれだけ本気で作ったものなのかも伝わるかと思っています。フルは下の方に概要欄ありますので、そこから見てみてください。で、今回ですね、なんでこの時期に卒業ソングの歌ってみたを再度上げたかっていうと、去年、2月の28だったので、当然卒業シーズンには間に合わなかったんですね。ですけど、実はそこで投稿してからも何件か、うちのクラスで使っていいですかって学校の先生だったり、あとクラブチームの代表の方、なんか卒業生が、その離れる前にイベントで流したいみたいなのも結構いただいてて、許可取りというか、連絡を結構いただいたんですね。で、改めてこの場を借りて、もし学校の先生の中で使いたいなと何かの場で思った方がいたら、特に許可は必要ありません。営利目的でなければ好きに使ってもらって構いませんので、ぜひ特にアポを取らずに使っていただけたらと思います。また、今日の動画もそうですし、元々のプロモーションビデオの概要欄にも、合唱用のデータ、これは楽譜、ピアノの伴奏や、パート分けの合唱用の、スコアも全部無料ダウンロードを昨日、添付しました。これも作ってもらって、無料でダウンロードできますので、もし合唱したいなとか、スコアないと大変なので、その辺使いたいなと思う方はそこからダウンロードして、ぜひ使ってみてください。なぜ曲を作ろうと思ったのかっていう部分を少しだけ話をさせてもらえればと思うんですが、私自身が中学生の時にいじめを受けていて、生きる意味を見失っていました。で、毎日死にたいと思っていた時期があるんですが、その時の支えになっていたのが歌だったんですね。なので、今でも歌の力っていうのをものすごく信じている人間です。で、一時期はですね、自分自身が歌い手、つまりアーティストとかになって、子供たちの支えになりたいと目指した時期もあったんですが、能力的な問題だったりとかがあってですね、途中で諦めてしまいました。ですが、ありがたいことに今授業動画をこう10年近く投稿していて、たくさんの子供たちにつながることができて、で、こうやって場所があるので、歌を届けるっていう場所ができたんですね。なので、あの時の夢を、で、しかも歌うだけじゃなくて、自分が曲は作れないですけど、作詞、いろんな子供たちの相談に毎日答えてる、自分だからこそ、子供たちの悩みというか、悩みを分かった上で背中を押せる歌詞を書きたいなと思って、このプロジェクトを動かしました。なので、ぜひね、詩の部分も見ていただけたら嬉しいなと思うんですが、で、もう一個、おこがましい夢があって、自分がこの作った曲を、私合唱が好きで、すごく。で、合唱を聴くのもすごく好きで、子供たちが、この場所から歌ってる、合唱してるシーンを見たいなって、絶対泣くんですけど、見たいなって思ってて、なので、今回この動画を撮ったもう一個の目的はですね、もし、学校の関係者の方、先生方の中で、このご時世なんでサプライズで人呼ぶのすごい難しいとは思うんですが、もし、子供たちの、が合唱することになって、そこに、ハイチを呼びたいと思ってくださった方がいたら、こちらのメールアドレスまで、ご連絡ください。スケジュール開けて、もちろん何件来るか分かんないです。そもそも来ないかもしれないんですけども、複数件行くことは難しいかもしれないんですが、何件かスケジュール調整して、伺えたらなと思ってます。子供たちが喜んでくれるのであれば、どこでも行きます。ちょっと国内じゃないといけないかもしれないですけど、行きますので、ぜひ、ご考慮いただけたらと思います。すいません、長くなりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この場所からという曲、その合唱で歌わないは置いといてですけど、手前味噌ですが、本当にいい曲になったと思っていますので、ぜひ一度プロモーションビデオの方を見ていただけたら嬉しいです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、またね。バイバイ。ご視聴いただき、ありがとうございました。